電磁ポテンシャル。電磁ポテンシャルとは、電磁上のポテンシャル概念で、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルの総称である。物理学、特に電磁気学と、その応用分野で使われる。いかことありがない限り、古典電磁気学のケースを想定して説明する。マックスウェルの方程式において、電磁の強度フォーミュラ1、磁束密度フォーミュラ2の高速条件は、と書かれる。 時空上のスカラー値関数フォーミュラ3とベクトル値関数フォーミュラ4を満たすように選ぶと高速条件はベクトル解析の高等式により自動的に満たされる。この関数フォーミュラ5の組が電磁ポテンシャルである。スカラー値関数フォーミュラ6はスカラーポテンシャル、ベクトル値関数フォーミュラ7はベクトルポテンシャルと呼ばれる。 電磁場の強度と時速密度からスカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルを導入したが逆にスカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルありきで始めると上の式を電磁場の強度と時速密度の定義式とみなすこともできる。電磁場は電磁ポテンシャルの一回の微分方程式で定義されるため電磁ポテンシャルには不定性が生じる。この不定性により ポテンシャルを変化させる操作は、ゲージ変換と呼ばれる。電磁場をラグランジュ形式で記述するとき、ラグランジアンは、電磁場ではなく電磁ポテンシャルを用いて書かれるため、電磁ポテンシャルはより基本的な概念として扱われる。古典電磁気学では、観測にかかる本質的な物理量は、電磁や磁場であって、ベクトルポテンシャルやスカラーポテンシャルは便宜的に導入された道具に、 すぎないとも考えられている。また、刑事変換も、理論の不定性を増すだけの余分な性質のようにも、思われている。しかし、量子力学などの立場からは、電場や磁場よりも、電磁ポテンシャルの方が、本質的な物理量である。その最も著しい現れ方が、アハラの不防具、効果である。また、刑事変換は、家電粒子と電磁場との相互作用の形を、 一位的に決定しているために便利である。スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルは、ローレンツ変換のもとで、として4弦ベクトル的に変換する。ここで C は、高速で次元を揃えるための換算係数である。特に4弦ベクトルとしての電磁ポテンシャルは4弦ポテンシャルと呼ばれ、相対性理論においては、この4弦ポテンシャルで記述される。ゲージ変換から、 バの量子論へと発展され、ゲージ理論となった。ゲージ理論として見ると、電磁ポテンシャルは、有ゲージ対称性に対するゲージ上である。真空中でのマクスウェルの方程式のうち、電化によって生じる電磁上の式は、である。この式に、電磁上の定義式を代入すると、が得られる。したがって、電磁ポテンシャルを基本的な量として、 電磁気的現象を記述する場合には、式が場の運動を決定する方程式となる。マックスウェル自身の原著論文、電磁場の動力学的理論や原著教科書、電気磁気論はここでの議論と同じく、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルから始めて、式により電磁場を定義している。後にヘルツによって電磁ポテンシャルが消去され、式を 電磁場の高速条件とするようになった。電磁ポテンシャルの概念を説明するために、まずその関連概念である電位の概念を振り返る。電位、静電ポテンシャルとも称すとは、電磁に対するポテンシャル概念で、電磁をフォーミュラ8で表すとき、電位は、を満たす関数ファイとして定義される。ここでは、空間上の任意の点である。静磁場の場合は、 そのようなファイが存在することが知られており、ファイ、X、Y、Z はフォーミュラ8の線積分として計算される。しかしながら政治場という条件がないときは、磁場が電場を誘導する関係上を満たすファイは存在せず、伝位の概念が一般には定義できないことが知られている。実際、フォーミュラ8の戦積分をファイとして定義しようとしても、積分経路によって、 磁場が誘導する電状の大きさが異なるため、積分の値が積分経路に依存してしまう。電位ファイは空間上の位置と時刻 t のみによって1位に決まることを要請しており、値が積分経路に依存してしまうのでは、電位の定義を満たしていない。また電位は電状に対するポテンシャル概念であり、磁場に対するポテンシャル概念ではない。 電磁ポテンシャルは、政磁場とは限らない場合にも定義できる、ポテンシャル概念である、スカラーポテンシャルと、ベクトルポテンシャルの総称である。スカラーポテンシャルは、電場に対するポテンシャル概念で、電位の定義において、磁場から誘導される電場の影響を補正することで、得られる。スカラーポテンシャルは、電位と同様、空間上の各点、と時刻、t21 成分の実数を対応させる。 関数、ないしその関数値であり、電位と同じくファイで表す。一方、ベクトルポテンシャルは磁場に対するポテンシャル概念で、空間上の各点と時刻、t23 成分の実数フォーミュラ12を対応させる関数、ないしその関数値である。いかまぎれのない限り、引き数のは省略する。正磁場の場合は、スカラーポテンシャルはを満たすようにもできることが知られており、 この場合、スカラーポテンシャルの概念は政治場の場合には、電位の概念と一致する、詳細は、後の章を章。この意味において、スカラーポテンシャルは、電位の概念を政治場とは限らない場合に拡張した、ものとなっている。なお、政治場において電場に対する電位が、1位に定まらず、定数分だけの自由度があるように、電磁場に対する電磁ポテンシャルも1位には定まらない。 しかも自由度が大きいため、定数分の差を除いても1位に定まらない。従って、必要に応じて、さらなる条件、ローレンツゲージ、クーロンゲージ等を犯して、電磁ポテンシャルを定数分の自由度を除いて1位に定める場合がある。静電ポテンシャルは、条件式を満たす関数として導入される。そこで本省では、電磁場の高速条件から、 実際に条件を満たす関数が存在することを示す。以下では特に断りがない限り、関数はすべて無限回微分可能であるとする。ポアンカレの補題から3次元ベクトル空間上のベクトル上フォーミュラ13に対して、さて、一つ目の高速条件に対して補題を適用すれば、を満たすベクトルポテンシャルフォーミュラ7が存在することが言える。なお、 条件式を満たすベクトル値関数は一つではないので、ベクトルポテンシャルは1位に定まらない。を満たす関数の中から2位に選んだ一つを、ベクトルポテンシャルとして、定め。次に2つ目の高速条件にベクトルポテンシャルの、満たすべき、条件式を代入すると、となり、補題を適用すると、を満たすスカラーポテンシャルフォーミュラ6が存在することが、言える。 これを移行してが得られる。スカラー値関数ファイには定数分の自由度があり、1位に定まらない。そこでを満たすものの中から2位に選んだ一つを、スカラーポテンシャルとして定める。なお、条件式は、スカラーポテンシャルだけでなく、ベクトルポテンシャルにも依存しているので、スカラーポテンシャルは、複数ある、ベクトルポテンシャルのうち一つを定めて、初めて定義切る。したがって、 スカラーポテンシャルは、ベクトルポテンシャルと組みにして、初めて意味をなす概念である。政治場における電位の場合と同様の議論により、が成り立つことが言える。ここで、C は、起点ととを結ぶ任意の経路である。右辺の値は、経路、C に依存しないことが言える、電位の項目も参照。前述のように、スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルの選び方は、 1>, 1位ではない。実際、条件式を満たす関数の組フォーミュラ17に対して、任意のスカラー値関数フォーミュラ18により、デフォーミュラ19を定義すると、これも、条件式を満たすことを示すことができる。逆に、条件式を満たす2つの組フォーミュラ17、フォーミュラ19に対して、関係式を満たす関数フォーミュラ22と、定数 C が存在することも示せる。 したがって、関係式は、スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルの選び方の自由度を完全に特徴づけている。以上のように、スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルは1位ではないので、さらに条件、ゲージ固定条件を課すことで1位に定めることがある。詳細については講述する。上述した自由度の特徴づけを証明する。前半は簡単な計算から従うので、 後半のみを示す、ポテンシャルの満たすべき、条件式を満たす二つの組フォーミュラ23、フォーミュラ24を考える。まずフォーミュラ25、フォーミュラ26が、いずれも、式を満たすことから、であり、を適用すれば、となるスカラー値関数 G が存在することがわかる。またフォーミュラ23、フォーミュラ24が、いずれもを満たすことから、よってある、 時間の関数 C が存在して、となる。ここで、とすれば、フォーミュララ34より、和に一致する。電磁場が静的な場合には、それぞれの方程式から、時間微分の項が消えるので、方程式が簡単になる。静的な場の方程式は、電磁と磁場についてそれぞれ独立な式になる。とによって記述される形は静電気学の形そのもので、ある。 直ちに、性的な電磁場における、スカラーポテンシャルファイは、電位と一致することがわかる。ここで、さらに、口実する、ゲージ変換によって、という条件を付け加えるとは、となり、スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルともに、ポアソン方程式の形になる。積分で表すと、ゲージの不定性を除いて、以下のように書ける。ただし、積分領域としては、電荷密度、 電流密度が存在する範囲すべてである。この方法を用いて、ポテンシャルを求める場合には、電化、電流密度の全領域における分布を知る必要がある境界条件など他の条件がある場合にはこの限りではない。相対論的には4弦ベクトルとなる。これを用いれば、電磁場の定義式は、となる。左辺に現れた。 電磁場テンソルフォーミュラ41の核成分は、である。電磁場の高速条件は、となる。電磁場の運動方程式、あるいは式和である。電磁場をラグラン樹形式により記述するときの力学変数は、電磁場テンソルではなく電磁ポテンシャルである。電磁場が物質と、相互作用する系の作用積分は、物質の運動項。 電磁場の運動項及び物質と電磁場との相互、作用項のは、の形で書かれる。したがって、電磁場に関する運動方程式は、で与えられる。自由空間における、電磁場の運動項は、である。ここでは、ヤコビ行列式である。これを、反関数微分すれば、となる。一方、相互作用項は一般に四元電流密度により、 の形で書かれるので、反関数微分は、で与えられる。従って、マクスウェルの方程式、変えられる。任意のスカラー情報ミュラ42に対し、変換に対して、電磁場は変化しない。実際に定義式に代入すると、となり、元の電磁場に一致する、電磁場を普遍に保つ、この変換を、ゲージ変換という。 スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを分けて書けばとなる。スカラーポテンシャルは常にゲージ変換によってとすることが可能である。しかしベクトルポテンシャルは一般にはとすることは不可能である。ゲージ変換によって以下の条件式を満たすような電磁ポテンシャルを作ることが可能である。この条件式をローレンス条件という。ローレンス条件は連続の方程式の形をしており、 ローレンス変換に対して、普遍な形になっている。この条件式を満たす電磁ポテンシャルを用いて、マクスウェルの方程式を書き換えると、以下の非正次の波動方程式が得られる。ここで、では、ダランベール演算子である、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを分けて書けば、ローレンス条件は、となり、マクスウェルの方程式はとなる。 この条件式を満たす電磁ポテンシャルを用いて、マクスウェルの方程式を書き換えると、空論ポテンシャルは静電場の場合と同様のポアソン方程式を満たす。電化密度、電流密度が共に例の場合を同時に満たすゲージを選ぶことが可能である。このゲージはローレンツゲージであり、かつ空論ゲージである。この時、電磁ポテンシャルの満たすべき方程式は、である。 波動方程式の解として、を考える。ただし、ck イコールオメガである。すると、したがって、ベクトルポテンシャルは波の進行方向と直行している。さらにこの時、電磁場は、である。電磁場の方向は、ベクトルポテンシャルと平行なので、やはり波の進行方向と直行している。磁場の方向は、 電磁波は電磁と磁波が互いに直行して進む横波である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。